はいどうも、テプトです。今回は、デュエリストの使い方を解説します。デュエリストは、デュエリスト紋章がある時にやった方がいい構成で、デュエリスト紋章がないとかなりしんどいと思うので、デュエリスト紋章ある時だけにした方がいいかなって自分は思ってます。あとはですね、これはあんまり強くはないんですけど、一応竜王紋章がある時も、できなくはないって感じですね。竜王紋章があると、このジャンナっていうキャラをね、抜くことができるんですよ。こいつを抜くことができるので、一応安を入れて、ちょっとデュエリスト4を維持しながら同じような形を作ることはできるんですけど、ただ進行がマジで弱いんですよ。進行がすごい弱くて、なんでできればデュエリスト紋章がある時にやった方がいいかなっていう感じですかね。デュエリスト紋章ある時のみの構成と考えた方がいいかなと思います。でアイテムです。アイテムはトリスタナにインフィニティエッジとラストウィスパー、あとはですね、反射があると嬉しいかなっていう感じですかね。これがあるとすごい強いですね。この3アイテムなかなか作ることできないので、基本的には3個目のアイテムをジャイアントスレアとかこの辺にすることが多いかなと思います。この3アイテムもなかなか作るの難しいので、大体の場合において適当なアイテムが積まれることが多いかなと思います。他に合うアイテムとしてはガードブレイカーとか、またクイックシルバーはあんまり良くないですけど、合わなくはないって感じですかね。あとデスブレ、こんなとこですかね。この辺のアイテムと相性がいい、そんなキャラになってます。タンクはボリビアで、ボリビアはこのアイテムを要求しないアイテムを使っていく感じになります。なんで大体の場合でクラウンガードとか、あとイーブンシュラードとか、この辺のアイテムを持ってることが多いかなと思いますね。ラストウィスパーが作れなかった時はイーブンシュラード用意してって感じで考えた方がいいかなと思いますね。クラウンガード結構相性いいので、この人のボリビアっていうキャラは魔力で回復量とダメージが上がる、そんな感じのキャラになってるんで、一応合わなくはないんですよ。なんでクラウンガード作れるタイミングで作っちゃうのは割りかしてかなとは思います。あとはあれですね、サンファイアとかですね。もうこの辺が大体相性いいんでって感じですね。で次サブキャリーはリーシンです。リーシンは知見と巨人とステラック、この辺のアイテムが相性が良くて、ほんと武器と防具の狭間みたいな武器が相性いいですね。あとはナイトエッジですね。この辺も結構相性いいので、これもおすすめです。あとはやっぱりハンドオブジャスティスですね。これも強い。だからアイハンジャーナイトエッジとかこんなんでも作れたら、それはそれで強いかなとは思うんですけど、これもね、なかなか作れることはないと思うんで、回転寿司で回ってるこの辺のアイテムとかを持ってることが多いかなと思いますね。でもしいけるなら、イデリアのアイテムも作れると嬉しいかなって感じですね。イデリアは何でもいいです。ほんとレッドバフでも、グリーンソーでも、デスブレでも、ジャイスレでも、ガンブレでも、IE でも、ただこいつラスウィス別にいらないんで、あとハンジャとか、クイックシルバー、ガードブレイカー、マジで何でも合うんだよ、こいつ。あと多分ハリケーンもギリいけるかな。この辺のアイテム結構受けられるので、回転寿司回ってたら、ちょっとイレイレ持たせちゃおう、みたいな感じで持たせるといいかなと思います。で次、進行ですね。進行で使いやすいのは、ヤスオとダリウス引くので、あとはキアナですね。キアナを引くので、この辺と絡みやすい駒がベターかなと思います。でさらに、ここで物理アイテムを持たせられるっていうと、このカージックスとかが持てなくはないかなって感じですね。カージックス。で、そうなると、キンドレットがいると、リーパーが発動するので、こういう駒をとりあえず目指しておくといいかなと思いますね。で、ヘブンリーなんで、マルファイトと、マルファイトにつながるショガス、ここは持っておくといいかなと思います。あとはですね、単純に、このアイテム、このアイテムがケイトリンと相性がいいので、ケイトリンに持たせつつ、セナとガレンとボリビアみたいな、こんな5体で進行すると、積み影も発動して強い、そんな感じの進行もできるので、これ頭に入れておくといいかなと思いますね。あとは、単純に、ポグマウリロールの動画でも紹介したんですが、チョガス、マルファイト、ポグマウ、ニーコみたいな。こういう感じの進行も、なくはないかなと思いますね。ニーコよりは多分キアナとかになってくるとは思うんですけど、とりあえずヘブンリー方面の駒とりあえず集めておくと、割りかし進行がしやすくなるよってのを覚えておくといいと思います。あとは、コブコとかレクサイとかを使って、ブルザー方面でこの炭影を発動させるっていう択もあります。そうですね、こいつ、エイトロックス。こいつと、こういう感じの5体。ってのも手なので、ブルーザーもありだし、ワーデンもありだし、ベヒモスもありだし、結構いろんなフロント使えるので、
まあ、臨機応変に本当重なってるなって思うやつを前に置いて、後ろにケイトリン・セナとかケイトリン・コグマとか、あとはリーパー方面でカージックス・キンドレットとか、ヘブンリー方面でカージックス・ニーコ・ヒアナとか、まあ、こういう駒を使って、まあ、デュエリストの駒にはあんまりアイテムを持たせずに進行していくのがいいかなと思います。でステージ2の5でレベルを5に上げて、さっき言ってた感じみたいなボードを作ります。まあ、こういうボードでもいいかなと思いますね。でステージ3の2でレベルを6に上げます。でまだリロールは全然しません。まあもちろんリーチしてる駒が多いとかっていう時は、まあ、なんかこういう駒を重ねるのに、ああじゃあちょっと1回だけリロールしようかなとかってのも全然ありなんで、そういうのでも全然いいと思います。でステージ4の1でレベルを7に上げます。もしくは4の2ですね。お金があんまりないなって思ったら4の2でもいいです。4の2でレベルを上げたとして、そしたら1回ボードを組みます。組み直します。オリスタナ、ボリビア、ヤスオ、ソラカ、ティアナ、リーシンでダイアナ、この7体ですね。この7体が作れたらめちゃくちゃ強いので、まあ、基本的にはこの7体で進行していくことが多いかなと思いますね。デュエリスト紋章はソラカ、これがマジで最強です。このボードが作れたらほぼ8だと思った方がいいですね。でここからでトリスタナとボリビアのできれば星2が作れたらいいなって感じですね。まあ、この辺の星2が作れたら1回リロールをストップして、また再度お金を貯め直して50円キープしながらトリスタナとボリビアの星3を狙っていくというそんな感じになります。トリスタナとボリビア星3になったら、ここにラカンかウーコンのどっちかが入るとすごいって感じですね。ラカンが引けたら竜王4を出した方が強いので、ラカンがもし仮に引けた場合、8レベルに上がってラカン入れましたってなったら、そしたらこのソラカを抜いてジャンナを入れてください。で竜王4が出るので、この状態でデリス紋章をラカンに乗っけて、まあ、これがかなり強いですね。でイレリアが引けた場合はヤスオがもういらないので、ヤスオを抜いてイレリアを入れるっていうような感じで戦っていくと、まあ、めちゃくちゃ強いかなと思います。でレベルが9に上がったら、ここにウーコンが入ってきて完成って感じですね。これで本当にめちゃくちゃ強いボードになるので、このデュエリスト構成はやっぱりデュエリスト紋章がある時にやった方がいいかなと思います。なんかとんでもなく引きがいいとかだったら全然なんか紋章なくてもやってもいいかもしれないんですけど、例えばトリスタナがなんか2枚来てて、あもうあと1枚で星になるからこいつで進行できるじゃんとか、なんか超連勝してるから余裕あるしみたいなとかだったら全然やってもいいかもしれないんですけど、ちょっとやっぱ7レベルの形とか8レベルの形が弱くなるので、まあ、基本はやっぱり、デュエリスト紋章ある時にやった方がいいかなと思いますね。でこれが進行です。最後にオーグメントの説明をちょっとしていきましょう。オーグメントは結構ね、いろんなオーグメントが相性いいんですよ。まあ、見てわかる通りキャリーが多い構成なので、まあ、こういうアイテム福袋とかアイテム系のオーグメントはかなり相性がいいってなってますね。このねエグザイルはあんまり相性が良くないですね。もうこれ隣接しちゃうことが多いので、これはやめた方がいいです。こういう傷薬、これめちゃくちゃ相性いいんで、傷薬系もかなりいいかなと思いますね。あとは散骨のキャリーなのでトライフォースも結構相性いいです。あとこのチーム構築、これもマジバチクソ相性いいんで、まあ、これも見れたら引けるといいかもって感じですね。あとこのヒーリングオブも強いです。これもめちゃくちゃ強い。あとはねこのベストフレンドもすごいいいですね。ベストフレンドもすごいいいんで、まあ、こっちも引けてると嬉しいかなって感じですね。あとこのジュエルロータス、ジュエルロータスは結構やっぱキャリーが多い構成で使うと強いので、まあ、これも結構相性いいかなと思います。あとこの延命措置ですね。この構成ナイトエッジと相性いい駒が多いので、まあ、このリーシンとかキアナとか、あとボリベもまあ悪くないですし、まあ本当ナイトエッジと相性いい駒が多いんで、まあ、延命措置かなりありかなと思いますね。あとは吸血鬼進行、これも結構いいですね。やっぱオムニバンプが増える系のオーグメントは結構デュエリストとは相性がいいので、まあ、これ結構おすすめかなと思います。あとまあ当たり前ですが、この長期戦デュエル。ただ、長期戦デュエルが引けたから、デュエリストに行くってわけじゃなくて、デュエリスト紋章があるから、デュエリストやってたら、長期戦デュエルが引けたみたいな感じにしないと、ちょっと辛い思いをするかもしれないんで、そこだけ注意した方がいいかもしれないですね。あとはね、彼方の友もね、悪くないと思います。結構攻撃的な構成なので、攻撃力を共有してあげると、かなり強いかなと思いますね。あとこれ、泣き友。亡き友からの贈り物はトリスタナ最後まで残ることがめちゃくちゃ多いので、もうこれめちゃくちゃ相性いいんで、これは見かけたら拾うようにしましょう。あとはこれですね、理想主義、もうこれ取れたらほぼ勝ちだと思ってください。これはもう取れたらほぼ 100% 勝ちですね。めっちゃ強いです。これはあとはトリスタナ自体が結構スキルをポン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 打つキャラなので、ドカーンとは結構相性がいいですね。
2回スキルを使うごとに 75% ダメージが上がるっていう、そういう効果なんで、まあ、これも結構相性いいですね。あとはバイナリー空中投下、アイテムが多いことがデメリットにならない構成なので、特になんかこれがめっちゃ欲しいみたいなアイテムはあんまないんですよ。別にどんなアイテム持っても強いんで、バイナリー空中投下でアイテム数増やすっていうのはめちゃくちゃ強いと思います。あとはね、3コスのキャリーなので、まあ、2つで1つも結構ありかなと思いますね、まあ、これでもう3コス全部星3にしちゃうみたいな動きも結構ありかなと思います。早めに作れますしね、3コスの星3が。あとはね、このフリーキーフライデーとかね、まあ、こういうのもほんと強いんで、ガンガン拾った方がいいですね、これも。あとラッキーグローブとかね。ラッキーグローブは、まあ、ステージ2とかだと取んないと思うんですけど、ステージ3とかでラッキーグローブ取ったりとか、もう全然ありだと思います。例えばなんか、ルローのトレーナーのポータルで、ラッキーグローブ1個目ってのも全然ありなんで、まあ、とりあえずデュエルスモーションあれば、ラッキーグローブ取ってもいいって感じですかね。あとはこの地獄の契約ですね。7レベルで一応構成、完成するので、ほんとなんか、タイを取りたくないって思ったら地獄と契約して上位を狙うっていうのもありだと思います。ただ1位は取れなくなるんで、まあ、そこだけ注意が必要ですね。ということで以上で解説終わります。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。